よいしょっとどうも長島優美です。今日は私長島優美の人生を写真とともに振り返っていきたいと思います。いろいろな記憶を呼び起こしながらエピソードを皆さんに聞いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。1枚目の写真がこちらです。両親に抱っこされてますね。これ本当に生まれたばかりだと思うんですけどね、太ももを見てくださいね。ムチムチでしょユーミっていう名前なんですが、うちの母親が松任谷由実さんが大好きで、ユーミンって娘を呼びたいっていうのでユーミンになりました。多分漢字は長島ユーミの画数で決めたんだと思います。まあ、ユーミンって呼びたいっていうことなんですけど、未だに呼ばれません。ユーと呼ばれてますいや、父親の顔が濃すぎてびっくりしますね、この写真。やっぱりね、すごくない？このユミさんにも名残が、名残ある、名残がやっぱりその濃さをちょっと受け継いじゃってるねこの生まれたばかりでもなんかもう顔が濃いなという感じがしますね。続いての写真はこちらです。弟と父と一緒に撮ってる写真です。私写真撮るとき絶対このポーズしてたらしくて今回もこの企画のためにいろいろ写真探してたら大体このポーズでしたね。3歳か2歳の誕生日の時に大きいケーキを家族が用意してくれて、で近所の方とかを呼んでお家でささやかな誕生日パーティーみたいなのをしてもらったんですね。その時にちっちゃい子ってなんか分からずケーキあったらちょっとクリームとか舐めたくなるじゃないでたまたまそのもうバンとこうテーブルにあったから、私がちょっとそれをペロッとこう舐めたらしいんですよ。そしたら父がなんかこう周りを笑わせるっていう意味で、ユミちゃんこらダメじゃないみたいなことをわざとちょっと大きめの声で言ったらしいんです。そしたらもう私もギャン泣きして、で父はそれを今でも一番人生の中で悔いてる。そう、みんないる前で怒られたみたいなのが怖かったのと恥ずかしかったのと、なんか今日は多分自分がそのちょっとこういうひらひらの服とかも着てこう上機嫌でいたのに怒られたことにすごく悲しかったのかな。もうねすごかったみたいです。続いてこちら、パッツンですねこれはおそらく父か母が切ってますね、このパッツン具合は。うん、そう、写真探してみると弟との写真がたくさん出てきて、仲良さそうに写ってるんですけど、まあもう喧嘩喧嘩で、もうね、追いかけ回されてました。私が激しめのこういうわーみたいな取っ組み合いで、で弟も負けたくないんで結構わーってなって、結構それが痛くて泣くみたいな。で泣きながら私の最終手段は、もうパパに見つけるからって、どうぞパパに言っちゃうからって言うと、弟がうわーやめてくれとかって泣くって全然そんな今考えればそこまで効力ないのに、弟はそれがすごい怖かったみたいで、やめてくれとかって言って泣いてるっていう、もうそのエンドレス、すごい怒ってるとかって言ってやってました。次の写真はこれですね。これ運動会なんですけど、フォーム我ながら結構いいと思うんですけどちょっと速そうじゃないですか。なんですけど、とにかく私走るのが苦手で、運動会来るのが嫌だったんですよね。運動神経良さそうですねとか言われるんですけど、もう全然そんなことなくて、運動は苦手でしたね。運動会が一番行事の中で来てほしくないなって思ってた。あとはスーパーボールを大量に集めていて、お祭りに家族で行ったりとかするときに、小さい頃よくスーパーボールすくして、それを家で大事に保管して、でなんか2階からそのスーパーボールを一気にダーンって落として、階段とかでバーンって跳ねるじゃないですか。でその中をなんかこうやってやるっていう遊びに謎にはまってたでもその後大変なのよ。
拾うのが。でも一生懸命拾って、うん、エンドレスにずっとやって、うん、何やってたんだろうなって思いますけど、ハマってました。さあ続いての写真はこちらです。長島イコールダンスというイメージを持ってくださってる方も多いかもしれませんが、私は小学校のもう1年生からですねダンスを始めてました。ダンス始めたきっかけっていうのが、恥ずかしがり屋で前に出るタイプじゃなかったので、このままだったら本当に人前に一切出られない子になる、友達もなかなか作れない子になるんじゃないかっていうので、母が心配して無理やりダンススクールに通わせたのがきっかけなんです。で最初はもういやいや通っていて、もうその頃はもう目立っちゃいけないっていう気持ちが強かったので、ダンスもわざとこうふにゃふにゃで踊ってたりとかして、もちろんダンスの発表会でも、まあ、ポジションはもう後ろの影の方で踊る、もうそれが私はもうちょうどよかったんです。それである時から少しずつ、あ、ダンス楽しいなって思えてきて、ちょうどこの4年生ぐらいは楽しんで踊ってる時期だと思います。そう、ただやっぱり入社して今私8年目ですけど、こうやってお仕事でも踊らせてもらう機会がありがたいとかね何回もあって、なんかこう私にとってダンスっていうのは切っても切れないものなので、私がいやいやな時期にも無理やり通わせてくれた母にすごく今感謝してます。続いてはこちらです。この写真、窓の外にちょっと球体のものが写ってると思うんですけど、それね、このフジテレビなんです。しかも今この球体の同じところで今たまたま撮影してるんですけど、毎年夏休みフジテレビの当時お台場冒険王という夏のイベントに遊びに来てまして、でその時撮った写真がこれ、カラフルだね。また私の格好がピンクと青とオレンジ、すごいなこのファッションセンスもちょうど小学校4年生あたりからファッションも興味を持ち出して、ピッチレモンとか、来たって呼んでましたね。もう毎月お小遣いで買って、自分でそこから得たインスピレーションを前面に出したファッションがこのはちゃめちゃカラフルコーデびっくりする。ショッキングピンクに青に極めつけはオレンジ。ただなんかサンダルだけなんか母の履いてるようなね、ちょっとなんかこう渋いサンダル履いてますね。はちゃめちゃですね。まさかこの時はフジテレビでお仕事するなんて1ミリも考えてなかったので、本当にありがたいご縁だなと思いながら毎日ここで働いてますじゃあ次の写真はこれです。中学1年生の途中ぐらいですかね、中2の先輩と一緒になんかチア部があったらいいよねっていう話になって、チア部を創設しましたヴィーナススパークルズというチーム名でしたこのユニフォームも私たちがデザインしたんですね。ちょっと失敗したなって思ったのが、チアリーダーってまあお腹出してるイメージがあったので作ったはいいものの、それが自分の首を絞めると言いますか、中学高校って本当に成長期でよく食べる時期じゃないですか。で結構こうお腹が出るユニフォームで、なんかそこを気にしなきゃいけないのが結構大変でしたチアって華やかなイメージあると思うんですけど、このスタンツという人をこう持ち上げて支えてるこの写真見てくださいね。私の顔すごくないですかみたいな、踏ん張ってるしね、これすんごい表情してますね。え、やっちゃっていいんですか。当時はこれクラップって言うんですけど、Go go let's go go five win やってました。結構のぶとい声でやってました。Go five win とかってやってました。We are number one とかってやってたー。続いてはこちら。はい、これは成人式の写真です。20歳の思い出何かあるかな。この20歳になって、ま乾杯ってやっぱり雰囲気を味わいたいのでビールは一
口飲んだんですけど、まだちょっと私には早くて飲みきれなかった思い出がありますね。それがもう今年30ですよ私。美味しいねビールって。20歳になってちょうどこの頃アナウンサーを目指し始めました。大学1年生の夏ぐらいから1年間兵庫県の神戸市の観光大使を務めまして、あるイベントを私が司会でゲストも呼んで、かなりこう場を回さなきゃいけないという役割があり、すごく緊張して事前準備をものすごくしたんですね。そしたらトークも弾んで、まあ、盛り上がって、ああ楽しかったって自分でも思っていたところに、そのイベントに来てくださってた本当に見知らぬおばあ様がタタタってこうイベント終わりに駆け寄ってくださって、私あなたの喋りすごく好きだし今日すごく楽しかったわ、ありがとう、応援してるからねって言ってこう手を握ってもらって、私でもこうやって人に伝えることってできるんだって、苦手意識があった分ものすごく嬉しくなっちゃって、それがアナウンサーを目指そうと思ったきっかけです。最後の写真はこれ大学3年生の頃の写真です。チアリーディング部には入らずダンスサークルに入りました。ガールズヒップホップなのでセクシー系な踊りっていうのかな、なんかそういう踊りをやってましたね。あとテレビ局でもアルバイトしてました。朝の情報番組の裏方の本当にもう事務作業をやってました。大学時代から情報番組の裏側っていうのを覗かせてもらっていて、その経験をさせてもらえたのは本当にこれ以上ないなんか自分の財産だったなと思って、なので大学時代はアルバイトとダンスっていう感じですね私の中では。ということで今日は長島優美のここまでの人生についてお話しさせてもらいました。見てくださり本当にありがとうございます。